こんにちは、ピキシャローです。今回は兵庫県警の女性巡査長が駅のトイレに拳銃を置き忘れたほか、副業で風俗店のアルバイトをしていたことについて客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は兵庫県警の女性巡査長が駅のトイレに拳銃を置き忘れたほか、 副業で風俗店のアルバイトをしていたとして、停職1ヶ月の懲戒処分を受けたということで、2019年9月29日、警察によると、鉄道警察隊の27歳の女性巡査長は、JR 愛生駅のトイレに拳銃と手錠を1時間半にわたり置き忘れていたということ。で、 駅の利用客が拳銃を見つけ使われた形跡はなかったと。また、女性巡査長は2019年5月から9月まで大阪市内の風俗店でアルバイトをしていたことが分かったということで、警察官の副業は地方公務員法によって禁止されているが、女性巡査長は約20回の勤務で30万円ほどを稼いでいて遊ぶ金に使っていたということです。 女性巡査長は停職1ヶ月の懲戒処分を受け、18日図形で退職しているということです。でですね、客観的な意見としては、なぜ懲戒免職にならなかったのかということ、あと、退職した後風俗店に行くのかなといったこと、ある意味夢があるよねって言ったこととか、うん、ちょっと男性目線ですね。 の感想とまあ事件にならなくてよかったよねって言ったこととかかなはいでですね自分の気持ちとしてはですねまず拳銃を、えー、トイレに置き忘れたっていうのはまあいけないことですねこれは事件にならなくてよかったというところまあミス人間なんでミスは犯すんですけど拳銃の事件ってここ最近 多くなってきてきいるので、まあ、拳銃奪われたりとか、えー、掃除してたら普通に弾が詰められていて発砲しちゃったとかそういったこと,とかが多いので、まあ、そこは注意が必要ですよね普通に。で、えー、風俗店で働いてたというところでもしこれが普通の仕事だったとしても、まあ、公務員なんで普通の仕事をしちゃいけないと。 副収入を得てはいけないということで、まあ、ダメなものはダメといったところで、なんで風俗店みたいな。まあ、遊ぶ金が欲しかったっていうところもあると思うんですけど、で値段からして、約20回の勤務で30万ほどっていうことは、1回の勤務で1万ちょっと。なので、まあ、そんな深い風俗業務、 ででははなないいのかなっていう予想は立てられるんですけどまあ個人的には風俗店行ったことないんで詳しいことはわからないんですけどそんな安いんだっけまあわかんないんですけど <laughs>、うん、まあなんだろう需要はありそうだよねこのニュースの巡査長私ですみたいな。 っていう感じで、あの、AV で2、3本ぐらいはいけんじゃないかなとはちょっと思ったりしますね。27歳ですよね。2、3本ちょっと取って、で、お金ちょっと得て、で、まあ、なんか、いろいろすればいいんじゃないですかっていう感じですね。うん、なんかリスクを考えないんですかねっていうところかな。まあ、稼ぐにしても、うんだってこれ、すぐ噂立っちゃうよね、多分。 兵庫県警の27歳の女性巡査長っていうキーワードだけでも結構絞られちゃうんじゃねって思っちゃいますね。名前が出てなくても。で、周りも多分喋っちゃうだろうし、すげえ生きづらくなっちゃうんだろうなーってすげえ個人的には思います。なので皆さんは、えー、こんなリスクを犯さないで普通に働いた方がいいですよって言ったところですかね。はい。 とということでですね今回は兵庫県警の女性巡査長が駅のトイレに拳銃を置き忘れたまた服用で風俗店のアルバイトをしていたことについてお話ししていきましたではご視聴ありがとうございますこの YouTube 動画では雑談音楽配信ゲーム配信を主にやっておりますまた引き続き 頑張っていきたいと思いますのでよろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたしますあとグッドボタンよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょうじゃあね